フランク・デ・チッコはニューヨークのガンビーの一家の幹部。フランキー・ディー、フランキー・チーチなどのあだ名で呼ばれていた。ブルック人のバース・ビーチ出身。父親はベネベント出身でガンビーの一家の構成員。長寺でスタテン・アイランドで暮らす。1970年代後半から1980年代前半にガンビーの一家の構成員となり、労働組合。 全米トラック運転手組合の282支部への強括を働き、自身の関係者を送り込んでいた。また、ブルックリンとマンハッタンで違法ギャンブルにも手を出していた。その後、ポール・カステラーノの信頼を得、彼がボスとなった時はカポを務める。1985年、ジョン・ゴッティに誘われ、サルバトーレグ・ラバーノらと相談の上で、同年12月16日に、 カステラーのお夕食へ誘い出し暗殺を成功させる。ゴッティがボスに着いた後、その功績からアンダーボスに就任した。1986年4月13日日曜日、ニューヨークブルックリンのタイカーハイツで自分の自動車の元に仕掛けられた爆弾により暗殺された。その際、近くにいたルッケーゼ一家の構成員フランク・フランキーハーツ。 ベリーのも両足のつま先を失う重傷を負っている。彼の殺害はカステラーノの暗殺に対する復讐であったと思われ、当初はカステラーノはシチリアマフィアの知り合いも多かったので彼らの犯行が疑われた。しかし事件の真相はカステラーノの暗殺に激怒したジェノベーゼ一家のヴィンセント・ジガンテとルッケーゼ一家のボス・ビクター・アムウソと側近のアンソニー。 ガスパイプ滑走が凶暴したのが真相とされており、実行犯のヘルベルトペイトは、本来ゴッティを殺害するつもりだったのが、デチッコが車に乗った直後に偶然近くにいたベリーのゴッティと間違えて爆弾を起爆させ、結果、デチッコを殺害したと言われている。これらの詳細は、反、マフィアジャーナリストのジェリー・カペ氏が、 当局に投稿した滑走へのインタビューを通して1997年に明らかにした。この事件以降、ゴッティは五大ファミリーとの関係回復に不信することになる。カペチ、ジェリー、シークレット、エスアップインスレイオブゴッチコンフィダント、ニューヨークデイリーニュース、httpwww.nidelance.com、アーカイブズ、ニュース、 シークレットスレイゴッティーコンフィダントアーティクル -1.7857352016 年11月26日閲覧ありがとうございます。